19時に待っているのはゆるゆるかはたまた爆笑か、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉、ご期待ください。はい、ということでございましてですね、ゆるゆる始まりましたね。いやもう冒頭からね、ちょっとトラブりましてね、ね、いや今日はですね、まあ個人的な話で恐縮ですけども、うん、はい、まあ私ほら音ディレクターも、本番中の音ディレクターも兼ねてるわけじゃないですか。うん、はい、でね、その肝心要の私のパソコンがですね、今動作不安定なんですね。ドキドキなやつですね、オンラインの時は。いや本当、おがちゃんあれだよね、番組の初期を思い出すよね。あ、そうね。しょっちゅうトラブってたんですよ、番組の初期。あら。ああ、そうなの。うん、まだ1時間放送の頃ですよ。ああ、そう。いろいろありましたね、なんか。うん。いろいろあったな。そう、声が遅れて聞こえてる事件っていうのが、2回ぐらいあったんですよね、あれね。そう。うん。まだね、ほら、こっちも配信にあんまり慣れてないというか。うん。だからその Windows のね、その更新とかかかっちゃうと、やっぱね、貧弱なノートパソコンですから、もうね、処理できなくなっちゃうわけ、やっぱり。うん、だからこうね、こっちは普通に喋ってて音も聞こえてるんだけど、向こうの、ね、おがちゃんの音も聞こえてるんだけど、こっちが喋ってる声は4秒後とか5秒後とかぐらいにこう宇宙中継とまるでそうあれ、おみたいな、なんかね、割って入るのが下手くそな、若手芸人みたいな感じになってますね。そうで、こっちは至って真面目にやってるわけですけど、で、よくその中でやり抜きましたね。そう逆にすごい、よくやったよね、あれね。そう、うん、ね、やったよね、素晴らしい。やっぱ素晴らしいかどうかはまた別としても4、5秒遅れるからね、4、5秒待ってこう話したりとかしてました。そうあん時はさ、もう必死だったもんね。もう今だったら別に多少トラブっても、まあ別に後から編集すりゃいいわみたいな感じになっちゃうんだけど、いいね、昔はさ、もうそうもいかねえなと思ってたんで、っていうことはあれですけども、で、何、今日あれなんですって、まあ、ちょっと放送開始遅れちゃったからあれですけども、今日何、8月13日って、これ何、左利きの日なのらしいですよ。なんか言い始めた人の誕生日だからっていう理由らしいですけど。適当なんだ。適当。そうね、そういう感じの方がいいかなと選んできましたけど。誰の誕生日なんですか？誰なんだろう、この人。レフトハンダーズクラブが制定 したって書いてあるけど、台本には。だから、その レフティの人たちの協会みたいなのがイギリスであるんでしょ、これきっと。ああ、そっか、そうか。だけど、継承者ね、出てこないですね、なんか名前。あら、来ねえんだ。記念日がしちゃってんのに出てこねえんだ。言ったもん勝ち。言ったもん勝ちかも。言ったもん勝ちだね。したらあれなんじゃないの、俺らもさ、勝手にさ、ね、なんか記念日作ってさ。そうだね。ね、で、なんかほら、SNS とかでさ、なんか流してさ、SNS なんかさ、別にバカにするわけじゃないけどさ、知らないうちにバズったりするんじゃない？そうだね。得体の知れないもんが。そうだね。で、それでさ、まあ、絶対ないけどさ、でそれで、もし万が一バズったとするじゃん。こっちはざまみろだよね。そういうこと言うか嫌われんだよな。言い方、まあ、それをね、言ってるうちはバズらないです多分。だからこっちも別にバズらせる気もないしね。思いついてから言ってみただけだけど、
左利きね、あの、うん、うん、俺は普通に右利きなんですけど、うん、うん、あのただね、あのほらこの間まで、あのほら先週ちょうどね、先週の放送ちょうど俺ほら合宿上がりだったじゃないですか。あ、そうですよね、合宿上がりだったんですよ、うん、で、まあ、放送中それ言わなかったけど合宿上がりだったんですね、うん、で、うんうん、でその合宿っていうか、あのうちのそのバスケ部のコーチで来てくれてる、うん、方がね、女性のコーチなんですけど、うん、あのね、彼女ね左手でご飯食べるんですよ、うんうん、右利きなんですよ、うんうん、右利きなんだけど左手でご飯食べるんですよ。なるほど、器用に箸使って、うん、でそのコーチを招いたその別の、ね、顧問の先生も最初、うん、左利きだと思ったんだって、うん、はいはい、あ、左利きだったんですねって言ったら、うん、いや違うんですと、うん、でほらバスケってさ、やっぱり、うん、まあ、当然その利き手でその、まあ、例えばそのシュートするとかそのドリブルするとかって言ってもやっぱりね、どうしても、ね、その利き手じゃない方がやっぱり弱いんですよ、うん、でやっぱそのボールのハンドリングがうん、うまくいかないっていう経験をしたんですって、でそれで、うん、左手でもハンドリングが右手と同じようにできるようになりたいっつって、うん、でじゃあ左手でご飯食べればいいんだっつって、うん、でそれで練習して、で今でも左手でご飯食べてるんですよ、うん、これすごくないですか。すごい、すごい、すごい、うん、すごい、バランス良くなりそうですね、両方、ね、両方で、うん、だからやっぱりさ、うん、うまくなるっていうのは、うん、うまくなりたいっていうのを突き詰めていくとこういうことになるんだなと思って、悪い意味じゃなくて、いや俺素直にすげえと思って、うん、全然俺より年下の子ですけども、へえ、20代かまあ30代になったばかりか、それこそえっちゃんと同じぐらいの感じですよ。あ、そうなんですね。うん。だと思うよ。失礼だから年齢聞かなかったけど。はい。うん。感じがね、若さ。うんうん。うんうん。そういうのがまあありますよね。やっぱね。ねえ。うん。ね、私も左手使って食べてみようかな。うん。自分ちっちゃい時に試して、すぐに諦めましたね、なんか。ああ。そうか、うん。左手でね、ペン、字を書くことやったけど、ダメだったね。ああ、確かに、ね。やっぱね、うん、もう習慣化させないと、やっぱね、うん、難しいですよね。やっぱり。そうね。はい。うん、ということでですね、まあ実際左利きの人も増えてるのは事実だと思います。昔なんかね、左利きだとなんか、うん、ね、直されたんですよね、昔はね。あ、そうだね、そうだね、うん、強制的に直されたんだけど、今は別にそういうのないから、うん、結構やっぱり、うん、生徒見ててもやっぱ左利きの子多いなっていう印象が、うんうん、あ、そうなんですか。うんうん、うん、左で書いてる子もいるしね、普通に、うん、まあ、というようなことでございまして、始まりが遅くなって、しかもトークも長引かしてるという感じですけどもさて、じゃ あですね、今週も楽しくやってまいりたいと思います。それではタイトルコールいってみましょう。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。お盆といえば少量馬ですかね。おがちゃんです。お盆といえば盆道路帝でございます。お盆といえば民族大移動ですよね、やっぱり。あ、そうですね、という、ね、うん、月一パーソナリティの歌です。はいはい、お盆といえばご先祖様を帰りなさいですかね。そして花火もやりたいなと思ってます。今日はアシスタントとして寄稿しています、えっちゃんです。はい、はい、この番組は埼玉市を拠点に生活する私おがちゃんと帝さん、足立区を中心に活動する月1パーソナリティの歌さん、そして、先週に引き続き、山梨県大月市を中心に活動するアシスタントのえっちゃんが、それぞれの自宅もしくはサテライトスタジオキーステーションにオンライン会議ツール Zoom とライブ配信ツール、Facebook Live を使って全世界生放送でお送りしております。なお約1日遅れてオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますので、そちらもぜひお楽しみに。はい、ということでオープニングでですね、ちょっとトラブルがあったもんですから、ご紹介もできませんでしたけれども、今日は月一パーソナリティが歌さんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。すいませんね、別にないがしろにしてるわけじゃないんですけども、いい、もうね、ちょっとね
ちょ、予想外のことが起きちゃったもんですから。焦ってるのね。うん、すいませんね、もう本当に。はい。ほんでもって、えっちゃん、また来ちゃった。先週に引き続き、はい、飛行したなんか、ほら、まあ、これからコーナーラインナップ紹介していきますけども、うん、なんか、コーナーパーソナリティの、藤井教授からご指名だっていう話が。そうなんですよ。ね、ありがとうございます。いただきまして。うん、はい、今日は。なんか、指名性があるんですね。なんか、出なさい、出なさいって言われたんでしょ。もらえないからなということで、ちょっと直々にもう、お願いします。うん、今回、ね、今回のテーマに、あんたがふさわしいから出なさいみたいな。いやいや、わかんないけど、いや、わかりませんよ、僕は。うん、何でもかんでも俺は面白おかしく言っちゃう人だから。あんね、うん、うん。いやいや、絶対そういうこと言う人じゃないと思いますけど、ね。まあ、そう言っといた方が面白いかなと思って。で、まあ、ということで、その、21時25分頃から、まあ、30分くらいからになるかもしれませんけども、まあ、藤井教授のてっちゃんスタイルということでございますね。うん。うん、で、このてっちゃんスタイルですけれども、もう、鉄五郎さんが、だいぶ前に、引退しちゃいましたんで、うん、で、もう、この、名実ともに、藤井教授の、コーナーになったわけですけども、うん、まあ、一応、私、帝も一応ナビゲーターとしてこうちょっと入るっていう感じで、うん、まあ、鉄道初心者のオガちゃんと、それから今日はエッちゃんですね、はい、うん、に分かりやすく鉄道の楽しみ方をプレゼンしていきたいというふうに、思っておりますということで、まあ楽しみですね、うん、なんで藤井教授がエッちゃんを指名したのかっていうのも多分、明かされると思いますけども、そうですね、聞いていただけるとなるほど、はい、ね、なんだろうね、感じになるかも、なんでしょうね、ね、本当にね、はい、ということで、じゃあ次のコーナー、うん、歌さんからお願いします。はい、続いて、まあ、21時55分頃かなっていうところからは、うん、はい、ラジオメステロプロジェクトを、あら、来ましたね、来ましたね、まあ、お腹が空く頃ですよね、はい、ね、うん、まあ、その頃に、まあ、うん、今日は、4つと、うんうん、それからリスナーさんから1つ情報をいただいてますので、それを合わせた5つのメステロ爆弾をお見舞いしていきます。いや、すごいね、これは、これはすごいよ。5つ、ね、5つ紹介できるかなっていうところだけど、やっちゃいます。確かに、そうですね、もう、なんかね、5発も飛んでくるなんてあれですよ、北朝鮮か中国かっていう感じですよ、ミサイルが。まだこういうこと言うから放送できなくなるんだよね。ねえ、まあね、5つは、初めて、そう、まあ、ね、今まで3つだったのが5つ、急にね、一気に 1.5 倍以上になったということで、うん、う、皆さんもお腹をもう減らし、すかしてすかして待っててくださいね。本当ですよ、もう本当に、晩飯食べてない人はもう絶対食べんなよ、まだ。これね、飯テロご飯、ね、おかずにね、食べれますよ、ね、うん、飯テロ、そうね、飯テロで、飯テロ爆弾で散々やられた後に食いやがれっていう感じですね。うん、もしまだ食ってないんだったら、ね、うん、はい、はい、ということで、ね、じゃあ最後のコーナー、エッちゃんから。はい、はい、うん、そして22時30分頃からですかね、久しくお送りしていなかったコーナー、まあ、1年ぶりということになるそうですけれども、うん、はい、信じるか信じないかはあなた次第ですということで、はい、これはね、はい、はい、いや、まあ、猛暑ある意味怖い話、意味コアで乗り切ろうということで、うん、今宵はクーラーいらずになるかもっていうので、まあ、ある意味エコな、エコだな、エコかな、どうかな、かんねえな、感じになればいいなっていうところですかね。まあそうですね、まあなんかね、やっぱりね、このくらいの時期ってやっぱりね、したくなるんですよ、こういう、まあそうですね、うん、やりたくなる、友達とかね、やりたくなるし、うん、そう、やりたくなるんだけど、なかなかね、うん、まあ、今そういうコンテンツ溢れてますから、うん、うちの番組でやることなのかなっていうのが正直あって、うん、もう1年以上オクラにしてたんですけど、このコーナー、うん、うん、まあ、だし、他にもっと面白いコーナーがいっぱいできちゃったから、うん、あ、そうだね、うん、
うん、っていうところはあったわけですけど、まあ、うん、という感じで、豪華3本立て今日も行くわけですけども、はい、今日の選曲テーマですね、こちらがですね、まあ、今日お盆 の、 あのお墓参りの日ですから、13日ですから、うんうん、ということで、盆踊りそれから民謡特集ということでお送りしたいと思っておりまして、とはいえね、あれですね、うん、まあ、僕はすごい民謡っていう感じの、あと盆踊りっていう感じの集めてきましたけど、なんか、あれですね、まあ、この後聞いてもらえばわかりますけども、おがちゃんが選んできた曲、もうなんかね、民謡ですらないし、盆踊りかどうかもわかんないでしょ。そうね。もうそういう。ちょっとね、変化球を。はい。変化球っていうかさ、まあまあまあいいんだけど、はい。というようなところで、まあ、とにかく日本含め各国で、昔から歌い継がれている民謡ですね、うん、パーソナリティ陣選んできましたので、うん、リスナーの皆さんもリクエスト、これからもどんどんお寄せくださいませ。はい。はい。で、投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、うん、当番組の公式 Twitter の DM でお寄せいただいても結構です。うん、はい。Zoom でお聞きの方はチャットに、うん、Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。うん、投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りしますので、ステッカーが欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく、こちらのフォームまたは公式 Twitter アカウントの DM にどしどし投稿よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、1曲目、この夜な抜き音階で和風の曲、おばあちゃんが曲に合わせて踊る現象もあるらしいです。今週の1曲目は TikTok でもバズったバヌカより良い。はい、聴いていただいております。うん、こちらワヌカより良い、はい、ね、うん、夜な抜き音階っていうのさ、はい、なんか、おばちゃんなんか知ってる、これ夜な抜き、夜な抜きってどういうことなのかっていう、ピアノのね、4音と7音、要はファとシの音ですね、を抜いてるっていう。そうですね、ファとシを使わないっていう、うん、まあ音階によって、波長調だったら、要はドから始まる音だったらファとシを、他の音から始まる場合に、ね、そのファトシに当たる音を抜いてるっていう感じの、これが和風になんかね映るっていう、民謡とかでも多いらしいですね。そう、なんかこう夜な抜き音階っていうとなんかこう沖縄的なイメージが、うん、すごくあるんですけど、うん、そうだね、実はこれ別に沖縄とかに限った話じゃなくて、うん、これ世界的にあるんですって、これ、うん、どうやら、そうそう、そう、夜な抜きっていうのはだから、うん、そう、日本でなんで夜な抜きっていうかっつうと、うん、そのさっき言ったように4と7、つまりね、だひふみよいつむななやじゃないですか。でこれがドレミファソラシドですよね。で、うん、でヨとナを抜くから夜な抜き音階という、あ、ことなんですって。ね、うん、ね、だからこれなかなかね、うんうん、結構外国のあれにもあるみたいですね。外国民謡とかでも、うん、例えば、うん、最近あんまり聞かなくなりましたけど、ほら、うん、一時期なんだっけ、横断歩道のさ、信号機のあれで、うん、こもめこもめか、いや、故郷の空ってやつ、あるね、あるね、うん、あれも夜な抜き音階なんですよ。なるほどね。あれ確かね、アイルランドかスコットランドの民謡かなかったんですよ、故郷の空って。あっちの方日本と近いですもんね。蛍の光とかもあるだろうし、そう、でね、蛍の光は、あ、蛍の光もそうなのかな、まあなんかね、うん、結構あるみたいです。はい、ということで聞いていただきました、ワヌカでより良いでございます。したけども、うんうん、さて、まあ、ちょっと話盛り上がっちゃったんであれですけども、うん、まあ、ちょっと短めになっちゃうかもしれませんが、お盆と私っていうことでね、ちょっとトーク、まあ別にうちの番組なんか別に押したってどうってことないんだけども、で、まあ、それはともかくお盆
ってやっぱり、うん、まあでもほらえっちゃんはほら、うん、今実家住まいじゃないですか。はい。あでもあれかお父さんお母さんお父様お母様の実家に行ったりみたいなことはあるのか。うん、あそうですね。あの、うん、おじいちゃんおばあちゃんが生きてた時はよく実家に行くっていう、うん、山梨で近くではあるんですけど行ってましたね。うんうんうん、なるほど。うん、それでもやっぱ山梨の中で完結しちゃうんだよ。私家孫なので基本うちにもおじいちゃんおばあちゃんいたんですけど、今亡くなっちゃったんですけど、でも今仏壇とかもあるので、うん、結構お盆とかはもうがっつり、うん、大変だよね。あの家に仏壇あると、うん、そうお墓とかももう毎年掃除に行ったりとか。そうだよね。いろんな儀式があるんですよ ねこうやることが、うん、いやあのさおふくろうちのお袋もさ、あの、うん、ね、変な話、うちのリスナーなので、うん、あの、まあまあ、この放送を多分 YouTube に上がったら聞くんですけども、うんうんうん、ありがとうございます。あなんでまた帰ってこないのみたいなこと言われるから、あの、いや、ほんと、うちもほら、仏壇あるんですよ。うん。あの、親父が亡くなってるから。はいはいはい。で、あとは、その、うん、母方の実家の、うん、その、うん、本家っていうか母方の実家と同居してたので、うんうん、あの2世帯で、だからその母方の実家のそのお仏壇もあの、うんうん、一時期あったのだわ。あ、なるほど。まあ一緒になってんだけど、もう、うんうん、もはや一緒になってんだけども、うん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 、あのでやっぱね、あのご先祖様の祭祀ってのはこれ大変だからね。うん、お盆ってことはえっちゃんもあれでしょ、の家もそのほら今日ほら、うん、ねってかあとお盆の入りの日と、うん、あとは、うん、その今日のお墓参りの日とあとその、うん、お盆の最後の日は必ずあのお膳あげるでしょ、うん、あそうですね、仏壇にお供えしてなんか、うんあのキュウリとあのナスで、うん、馬と牛を作ってっていうのもやったりとか、あと向こうはちょっと雨だからできないんですけど、あの、焚き火をこう夜焚いて、で、そのここだよっていうふうに帰ってきてもらえるようにやるっていう、そういうのもやる年はできてますね。ああ、そこまでやるのね。はい。だうちはその何、ほら、盆道路なんだね。うん、ああ、そうなんだ、ね。盆道路、うちはもうまあ、一応田舎の中の都会だから町場だから一応家はね家はだからでもあれだ古い家とかはちょうちんぶら下げてたんですよ家の玄関にそういう家もあるかもしれないですね、うん、こっちもで仏壇の前に盆道路だよ。あきらびやかなさ、なんかくる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 回るやつ。あ、そうか、三笘さんのところは毎年飾ってるんですか、はいはい、毎年やってる。そうなんだ、なんか私はなんか亡くなっ、例えばおじいちゃんとかおばあちゃんが亡くなって、だから2本、初めてのお盆の時になんかやるイメージがあって、それ以降は出してないかもです。どうなんだろう。うん、うち毎年ですよ、盆道路。あ、そうなんだ、でも出すもんなんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。なるほど。出すのよ。でさ、でそのまあ昔の盆道路と違うからさ、まあ電球なんだよ。要は。あ、そうですね。電球の熱で、電球の熱でこう回すんだよ。うんうんうん、なんかこう羽根車ついててさ、その電球でこうくるくる回るんだけど、ね、うまくやらないと回ってくんないわけ。あれ。あうん。それがまたね大変で、しかも古いもんだから組み立てるときにさもう、うんうん、刺さんないとかなんかもうスカスカになっちゃってこう止めるところがもう削れちゃってみたいな感じでカポッとはまんないのよ。あ、うん、だからさ怖かったよ。夜中にさ盆道路回ってんじゃない、うん、ボールを回ってて、はい、じゃあそろそろ寝るかっつったらさ、うん、なんかの拍子にバランスが崩れてさ、うん、ガチャーンとかしてて、ヒーみたいなこと。呼ばれたか。今日なんか。で、それでさ、その何、お袋とかに聞いてみたりすると、うんうんうん、今日、まあ確かに、ご先祖様の、なんだ、77だとかさ、そういうのがあったりするわけですよ。うん、そうするとさ、
誰かいるみたいなことになるじゃない偶然だと思うけど、うんうん、なるわけじゃないですか、そういうの。絶対呼ばれたよね。呼ばれたよね、絶対。歌、うん、さんとかどうですか、そういうの。いや、うちはね、うん、実はそういうことやってないのよ。あ、やってない、うん、やってない。無頓着なのかもしれないけど。あ、そうですか。うん、大体、うち全部東京だから。はいはいはい。うん、別にその迎え火もなければやってないし、うん、そう灯籠もないし、うん、ただまあそれもしかしたら教わってないだけかもしれない。まあ、うん、まあ、うちまあそうそうそう、親が、そうですね、うん、そうやっぱりまあ親も亡くなってるんだけど、うん、その親も全然それやってなかったから、うんうん、まあ、やっぱ仏壇ないとか本家で、うん、先祖の祭祀までとかっていうのがないとあんまりやんないかもしれないですよね。うん、そうかもね。まあ、一応ね、まあ、仏壇は私預かってるんですけど、管理してるんですけどね。あ、でもね、うん、そういうのやってないから、え、やらなきゃいけないのとかっていうような感じでちょっと今聞いてたんですよ。やばい、どうしようって。いやいや、まあ、盆道路までやんなくてもいいと思いますけど、まあ、お膳あげるぐらいはね。あ、ちょっと反省してます。まあ、ちなみにうちはほらもう7月なんで、うん、うん、あ、そっかそっか、7月なんですよ、うん、えー、うん、だからまあ入りの日と出ぐ最後の日ぐらいはまあ前で座ってまあ話しかけますけどね、うん、それぐらいかな、まあ、まあでもそう、まあいやでもね、やっぱりそういうのは新人って気持ちですから、うん、そうね、うん、決して形じゃないんでね、うん、そうとは思いますけど、うん、喋ってないけど、おがちゃんは実家、うん、実家鹿児島あったよな。あ、そうですね。あ、そうなんだ。だけど全然ちっちゃい時から行ってないですよ。あ、だけど兄にはあるんで、実家にはある、あるんですよ、母方の方が。あ、そうなの。仏壇があるんで、うん、それこそくるくる回ってますよ、水色のやつ。あ、そうなの。回すよね。うん、そうそうそう。うん、回すよね。回すよねってどういう言い方だったの。回すよね。回ってるんだよね。うん、回ってる。回ってるね。回ってるんだね。いや、でも、さっきも言ったけど、回んなくなるのよ。古いから。で、回んなくなるから、回んなくなるから、たまにほら、明かり見て、あ、回ってねえなと思ってさ、俺、回しに行くの。で、あと、回してるね。で、あと、ね、羽、ほら、羽車のその羽の角度をこう調節してる、うん、あれさ、調節間違うと超絶スピードで回っちゃうのよ。クッククッ。そうなんだ。うん、ガー回っちゃうのよ。ハート会場みたいな。カラオケみたいな。これダメだろみたいな、うん、だからあれね、羽車の角度の調節難しいんだよ、あれ。アナログだね。いや、アナログってそんな、デジタルでやったってしょうがないじゃないですか。確かに。うん、ちょっと寂しい。そう、分かんなかったから、ごめんなさいよ。うん、いやいやいや、いや、いいんですけど、いや、あれね、結構ね、職人的な技が必要なんですよ。ね、で、その回る速度の調整やるのは、いつも俺の担当だったんですすごいな。小器用だから、俺、手先が、うん、すごい妙に器用だから。うん、そういうのやってるんですよ、俺、うん、そうね、そう、すいませんね、なんかもう今日すげえ喋ってるけど、はい、ということで、じゃあ次行ってみましょうか。はい、はい、時刻は21時31分を過ぎております。だいぶ押してますよ。はい、今日ということで、いつもですと、おまずヘッドラインのお時間ですが、実はニュースキャスターがお盆休みのため、はい、そうなんだよね。ひどいよな、お盆休みだからお盆休みだからニュースやらないってすごいよね。はい、ニュース出しということで、うん、お知らせの後はマスター君のマスターピースです。土曜夜9時は大人時間、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。はマスター君のマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。
はい、今週も、パーソナリティの横暴の犠牲になりました、マスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わってまいりましょうということですが、このコーナーもさ、もう始まってだいぶ長いよね。そうですね、毎週欠かさずにいただいておりまして、いや、いつからやってんだっけ、これいつだっけだいぶだいぶなるよね。いや、少なくとも、あれか、年始、今年の頭ぐらいからだったっけ。ああ、そうね、今年、ね、いつだろう、2月 ?3 月あたりかな。そうだよね、そんな、もう半年、半年になりそうですね、半年ぐらいになるよね、このコーナーも。いや、ほんとに。でもそれでは解禁賞だ。解禁賞。解禁賞ですね。最初さ、もう本当にほらね、応募の犠牲になったって言って、本人に何にも言ってなかったの、これ。そうそう。2月の終わりかな ?26 かなかな。で、突然、当日の放送で、突然お披露目して、これ。うん。聞いてねえよってなったあ、なんかあったね、マスターさんからね。そうそうそう、聞いてねえよってなった。で、早くやめたいみたいなことを彼は言ってたんですけども、まあでもね、なんだかんだで続けていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ございます。はい、ということで今日のマスターピースなんですけども、こちらメッセージいただいておりましてですね、メッセージから先読ませていただきますね、はい、糸道、これ越谷治さんというのかな、という小説の中で演奏される曲で、実際に聴いてみると津軽三味線の迫力に圧倒されます、この小説は津軽なまりで、津軽弁ですね、津軽なまりで内気な女子高生がメイド喫茶で働き始め、もうここはすごいよな、で、津軽三味線のミニコンサートをするお話です。ちなみに3巻目には、帝君や私と出身地が同じキャラがちょっとだけ登場しますってこと。これ新庄氏ってことなのかな。山形っていうくくりなのか、新庄氏、あ、今でもやめたいと思ってるよって言ってるけどね。で、出身地が同じキャラがちょっとだけ登場します。1巻のストーリーが、映画化もしているので、そちらもぜひおすすめです。知らなかった、はあ、知らなかった。知らなかった。で、津軽三味線っていうことですけど、やっぱりその津軽民謡、津軽三味線といえばこの曲っていう風に皆さん思ってると思うんです。ただその、ね、それこそ津軽三味線って今アーティストの方たくさんいらっしゃるんで、桶だけっていうのは三味線のあれだけでしか皆さん聞いたことないと思いますけど、これ本来民謡なのでちゃんと歌詞ついてるんですね。っていうことでございまして、でね、津軽民謡っていうのはまあ、これも私いろいろ勉強したんですけども、ほら津軽三味線の演奏だけだったらばあれですけれども、実際歌うときはその前奏が終わるじゃないですか。で、どっから入ったらいいか分かんないわけですよ。だから、で、その、三味線の引き手の方が、はいとか、あとかって言うと、その太鼓のトン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 とかっていうのが始まって、で、さらにそっから、はいって言ったら、とかって歌える。そうか。だから、三味線の引き手さん次第なんですよ、あれ。へぇー。うん。ということで、まあ津軽民謡って言ったらこれだと思いますけれども、ということで、じゃあ、おばちゃんから、はい、曲紹介お願いします。新節でいいのかな、読み方。新節です。うん、はい、そう、はい。はい、ではそれでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。津軽ジョンガラ節、新節。生きてんじゃねえよ。おがちゃんに叱られるじゃなかった。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。
藤井教授のてっちゃんスタイル。オッパン강남스타일。オッパン강남스타일。はい、ほぼ月1でお送りしますてっちゃんのてっちゃんによるみんなのための鉄道の楽しみ方スタイルを提案する藤井教授のてっちゃんスタイルのコーナーです。このコーナーでは多くのリスナーさんと同じく鉄道の素人であるおがちゃんと私えっちゃんが筋金入りの、鉄道大好き人間のてっちゃんをお迎えして素人にも分かりやすい鉄道の楽しみ方てっちゃんスタイルについてお伺いしていきたいと思っています。はい、はい、すいません、花粉あげるの忘れてました、あの私はですね先月ね出らなかったんでね。あ、そうですね、うん、間に合わなかった、あの間に合わせようと思ったんだけど間に合わなかったんで、あの出らなかったんですけど、まあ本当にやっぱ一回抜けると寂しいですねやっぱね。はい、という大事ですね。じゃあ解禁症大事ですってあんたに言われたくない。はい、ということであのこのコーナーを一あの心待ちにしておりましたので楽しみです。はい、はい、うん、じゃあそんなわけでね、まあお盆で今ね新幹線とかもやっぱり結構混んでるじゃないですか。いや、すごいみたいですね、久々のあのいわゆる帰省ラッシュ。あ、そうですよね、うん、聞いたことなかったですもんね最近ね。うん、そう、うん、だったみたいですよ、うん、帰省ラッシュで。それこそね今日、うん、ちゃんとねあのニュースキャスターがお盆休みじゃなかったらもしかしたら混雑状況とかねちゃんと、うん、トラフィックとかねやってるはずだったんですけど、うん、もう本社もそれ考えりゃいいんだよな。そうそう、そういう情報いらないのかなこの番組。わかんないよね。そういう時こそ必要と思いますけどね、まあ、うん、まあいいんだけど、ああ本社の考えてることは分かりません。はい、ということで、じゃあ、はい、お呼びしましょうよ。そうですね、はい、はい、お呼びしましょう。当コーナーのご意見番、鉄道、いやごめんなさい失礼しました、当コーナーのご意見番、足立鉄道学園大学教授で、鉄道旅行評論家としてもご活躍中の藤井教授です。本日もよろしくお願いいたします。どうも藤井でございます。はい、どうもよろしくお願いします。すいません、先月は、先月はいいえ、そんなもう味方さんほらお仕事だったんですから。そうね、あの、ね、まあ、仕事ね、うん、うん、まあ、まあ大変だったですよ先月はね、もうこっちも、うん、もう仕事でね、仕事続くとねごめんなさいって時もありますから、うん、いやほら、ね、大学はほらあの、うん、我々に比べるとちょっと遅いじゃないですか、あの、まあですね、成績処理の期間がね、まあ確かにね、うん、うん、それこそね、うん、8月の頭とかなんじゃないですか、忙しかったのかな、それまあ終わった頃かな、そうすると。なるほど、うん、そうね、はい、まあ、あまりもう無頓着でやってますから教授も、うん、そうですね、うん、まああのお盆の帰省ラッシュとかあのね、あの学生さんは多分あのバイトで手伝いに行ってるんでしょうからね。そうですよね、もうきっとね、うん、おせってもうそう早く乗せなよとかって、この子乗るんだとかって押し込んでね、押し込んでって押し込んでってやってると思うんです。あれ、はい、押し込むってあんのかな。、うん、いやでもほら、岩倉高校さんとか、うん、はいはいはい、あの昭和鉄道さんとかの、うん、あの高校生があの、うん、朝ね手伝いでいたりするもんね。あ、いますよ。なんだ、うん、いる、うん、あの腕章つけて、腕章っていうのほらあのつけてね、そう、実習中みたいな腕章つけて、あの学校の腕章つけてやってんのか。ああ、うん、俺その学生に押し込まれたことある。まあそんなはいいんですけど、はい、はい、じゃあさて今日はどんなてっちゃんスタイルをご提案いただけますでしょうか。はい、今回もしかしたら前にちょろっと話したこともあるかもしれないんですけど、今日はまああの改めまして、今日はスイッチバックというテーマで、はい、てっちゃんスタイルをご提案したいと思います。
これね、うん、教授あれですよね、はい、あの、うん、我々てっちゃんにとっては、はい、まあスイッチバックなんてね別にあの説明するまでもないよみたいな、うん、そうなんですよね、ところではあるんですけど、はい、うん、わかんないですよねスイッチバック、うん、まあでまああの英語の感覚からいくと要するにあの、うん、急角度であのまた、ねうん、折り返すっていう、そうですよね、うんうんうん、急に急ターンして戻るみたいな意味になるわけですけど、うんうん、ですけど、うん、で今日はまあ、このスイッチバックの話に、まあ私が一人呼びました、呼ばせていただき、お願いしてお願いしてお願いしてご承諾いただいたんで、うんうん、今日はご一緒できるということで嬉しいですということで、うん、まあまあそれがえっちゃんなんですね、なんでですか、なんでえっちゃんなんですか、ありがとうございます、たくさんたくさんほらあのうちにもあの、うん、アシスタントとか月一パーソナリティいるじゃないですか、いますよね、うん、いやあの、ね、一人一人考えてますよ、うん、いやいや別に、うん、で、うんでうん、いや別にあのだからどうのって話じゃなくて、うん、数ある中で今回そのスイッチバックでえっちゃんを選んだ理由ってのは何なんですか、あ、はいはい、わかりました、うんうん、まあ、えっちゃんほらあの番組の中であの大月市にお住まいという、うん、ね、うん、あれはあるんですけど、大月市、うん、ね、山梨県大月市にお住まいのえっちゃんが、うん、実はその大月市内にスイッチバックがあると、うん、なるほど。で、あ、でそのスイッ、そう。なるほどなるほど。で、うんうん、そのスイッチバックもうん、まあ、え、これがスイッチバックなのっていうようなスイッチバックなんですよ。そうですよね。そうなんですよ。現役で稼働してるわけじゃないんですよ。ね、いや隠れは現役ですよまだ。あ、そっかそっかそっか、あ、そういうことですね。現役ですけど、うん、うん、ただもうなんていうの、工事用で残してるだけなので、そうですよね。だから、うん、列車が実際にそのスイッチバックで運用されるっていうことは、もうおそらくないと思うんですけど、ですよね。うん、うん、なんです。はい。で今日はそのスイッチバックの話をしていきたいと思います。うん、はい、お願いいたします。はい、はい、ということで早速入りますけど、はい、じゃあ何がっていうと、これまずちょっと前段階として、はい、まあ、スイッチバックっていうのは大きく分けて2つ種類があるんですよ。おお、そうなんですね。うん、で、一つは、まあ、折り返し型、さっき帝さんがおっしゃった、まあ、折り返、うん、まあ、ね、折り返し型って、まっすぐ行ったら終点で、うん、そこから先線路がなくて、反対方向へ向かっていくと。そうですね。こういうのは、例えば、箱根とか、箱根登山鉄道とか、あとそれから、そうね。うん、そうですね。あと、それから、まあ、東京ですと、例えば、小田急、江ノ島線の藤沢駅とか。はいはい。そうですね、要するに行き止まりになってて、うん、で、あれ路線的にはその後も続いてるはずなのに行き止まりっておかしいじゃんっていう感じなんだけども、うん、で、あれなんか今来た方向の方に行ったぞっていう、そう、反対方向行ったぞって思うと違う線路に入ってでみたいな感じですよ ね、 そうなんですね、イメージ的にはね、はい、うんうん、なるほど、多分多くの人は それをイメージすると思うんですよ、スイッチバックって、うん、そうですね、箱根登山もそうですもんね、ですよね、山登りきれないから、うん、勾配登りきれないから反対へ登っていくという、ね、そう、ね、要するに勾配を登るためにスイッチバックって最初あったんですよね、もともとですね、なるほど、はい、うん、あとはその線路を敷く都合というか、ね、どうしてもまっすぐ通しちゃうと、まっすぐ通しちゃうとそのなんていうんですかね、街から外れちゃうんです、街から外れちゃうから、うん、そっちに寄るために寄るという、うん、とかね、そういうのとか、まあ、いろいろ他の違う鉄道会社をつなげた結果が
そうですね。スイッチバックになっちゃうとか、まあそういうのもありますけど、今日話するのはそっちの方じゃなくて、もう一つの方です。もう一つの方が実はこれ、通貨型スイッチバックと言います。そうね。で、何出すかっていうと、これ線路は勾配ずっと 坂になってるんですよ。うん、でもその坂の途中にどうしても駅を作るとか折り返しなんていうの、よく単線で列車同士がすれ違いたいからって駅があって伏線、ちょっと駅のところだけ伏線になってるとかってよくあるじゃないですか。あ、ありますね、ありますね。単線のところってあんまり都会ではないけども、まあそうね、うんうん、ありますよね。だからそれだけど、その駅を作るその列車を降りすれ違う場所が坂道だから線路が作れないと、うん、なんで作れないかというと、今はで今の電車はもう坂でもある登れますけど、うん、昔蒸気機関車とか、うん、時代っていうのはそういうところに列車を止めちゃうと、うん、発車できなくて降りちゃうんですよ。蒸気機関車が力がなくて、その動き出す時の、あ、後ろに貨車とか客車とかつなげてるもんだから、うん、そっちが重くて、うん、戻っちゃうんだ。で、下がっちゃうんですよ、うん、重力に逆らえないんですよ、うん、すぎたね、うん、だから軌道加速度っていうのが大事になるんですけど、うんうん、まあ、トルクとかね、そういうのが大事になるんですけど、うん、蒸気機関車ってどうしてもトルク弱いんです、うん、要するに軌道加速度的なその最初の一番最初のトルクが弱いんですね、うん、だから要はその要するにスタートする時のパワーがものすごく強く出れば、うん、別に重力に負けずに発進できるんですけど、そう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 、どうしてもワンテンポ遅れるもんだから、その間にズルズルズルッと、うん、だから平坦地じゃないとその、うん、発射できないと。そうなんですよ、うん、でそれでそこの坂道の、まあ、坂道の線路って言いますけど、その坂道の線路にどうしてもそういうすれ違う場所を作りたいからっていうことで、今帝さんがおっしゃったその平坦なところに作るんですけど、うん、でそれ無理やり平坦なところに作るんですよ、坂道の横に、うん、はいはい、無理やり作って、で列車をだからまず坂道か坂って登ってる列車をその平坦なところに入れるんですよね、まず。はい、そう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 。でその列車が今度また走り出すときに、先に線路がないから、うんうん、終点なんで、それを一回バックするんですよね、また。平らな線路が後ろにもあって、そこをずっとバックをして、うんうんうん、で下がりきったところで、うんうん、発車っていうことで、平坦なところからスタートして、うん、だん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 また元に戻って坂を登っていくと。へえ。ははは。で、そうなんだ。そういう形を、まあ、通過型スイッチバックって言うんですけど、まあ、要は止まりたい列車がそこの駅に平坦なところに入って、うん、その間に反対方向から来る列車を抜かす。うん、通ってまた戻って登っていくと。なるほど、うん、うん、っていう駅で、それが、うん、昔、まあ、蒸気機関車の時代にはいっぱいあったんですけど、うん、まあ、だいたい残ってるところいくつかあるけど、うん、まあ、ほとんどがなくなっちゃってる。ですよね。そうですね。で、ね、首都圏で一番近いところが。ところが、中央本線の山梨県大月市にある初刈駅、うん。あ、そうなんですね。うん。そう、一番訪れやすい、うん、そう、まあ、大月までも結構登っていくけどもですよ、うんうん、でも割と平坦地確保しやすかったんですよね、うん、手前の相模湖とかその柳川とかあの辺は、うん、だけど、うん、
そっから先行くの山が険しかったの。そうなんですよ、大月から先が厳しかったんですよ。なるほど、あそこで、あそこ川沿いに行くじゃないですか、うん、そうですね、そうですね、でその川沿いで土地が少ねえと、うん、あー、うん、なるほどなうん、はい、で山もあの結構距離を稼いでいかないとそのピークまで到達しないと、うん、そうなんですよね、だから駅作るからっつって平坦にできねえだろうみたいな感じ、うんうん、になって で脇に寄せるしかない、寄せるしかなかったんで、うん、で、うん、それの一つの駅が初狩りって駅で、はい、でそのスイッチバック、その通貨型スイッチバックがなくなったのが笹子、うんうん、あ、そう、笹子もそうですね、笹子もあったんですよ、うんうん、へー、笹子はなくなったんですけどね、そう、だからその、うん、笹子トンネルがピークだから、うん、要するにあのその両端にあったわけですよね、要は、そうですよ、うんうん、そうなんですよ、うん、でその先行くとニラ先とか、あー、だから結構初沼もそうだったかな、うんうんうん、あ、ニラ先もそうだったの、そう、ニラ先は駅前のスーパーが後なんですよ、へー、あ、それ知らなかったです俺、うん、ええー、だから、うん、そうなんだ、そう、よくわかります、うん、韮崎は、ね、うん、あとは長坂とか、あ、長坂ね、ここはあと残ってます、うん、はん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 、とか、うん、なんとかで、うん、まあう、うん、まあそういう初狩り駅なんですけど、うん、まあうん、まあできたらこの後ちょっと私の思い出話っていうのがちょっとそういう話を、うん、あ、そうですね、はいはい、あ、ぜひぜひぜひ、うん、はい、うん、はい、ということでございまして、じゃあ曲いってみましょうかね、はい、はい、うん、これは藤井教授のセレクト、じゃあ私からのセレクト曲っていうことで、まあ今日民謡盆踊りってやっぱり鉄道のね、うん、やっぱり話題を持ってくる鉄道の民謡ということでいろいろ駆使したところ、考えたところ、まあ、ここのたどり着いたのが、うん、皆さんおなじみの線路は続くよどこまでも、うん、まあ、まあこれ童謡というふうにも思えるんですけど、まあ、童謡ですよね、アメリカの民謡なんですよね、アメリカ合衆国、あ、そういうことですか、そうなんですよ、うん、で大陸の鉄道を敷く、その鉄道を作るなんていうの、工事の人、うんうんうん、たちが、うん、辛い環境の中での少しでもそのね、癒すっていうのかな、その紛らわせるために作った曲っていうのが元みたいです。あれですね、ゴールドラッシュの時代ですね。まあ、そうですね、大陸横断鉄道を作ってる頃ですね。なるほど。それがね、そうなんですけど、それが今なんかこうすごい楽しい曲になっちゃってるっていうのがあります。なるほど。で、まあ、この曲、いろんな方が歌ってるんですけど、もう今日はもう、思い切って、はい、いきます。ももクロちゃん Z。そこ行くんだ。そこ行くんだ。なるほど、ね。いや、ももクロちゃん Z が、っていうふうに、うん、びっくりしましたよね。確かに。はい。ということで今日はももクロちゃん Z バージョンの線路は続くよどこまでもをお聞きください。はい、聞いていただいております、ももクロちゃん Z で線路は続くよどこまでも、うん、はい、そうですよね、あ、なんか可愛い曲で、うん、またもう藤井教授もお好きですね、こういうの好きだよもう民謡っていうセレクトのテーマからどうかなと思ったんですけどね、うん、まあ民謡は民謡ですから、うん、いやね、藤井教授律儀だからさ、すんごくね、こういうセレクトしましたけど、うん、どうでしょうかで、ご審議お願いしますみたいな いや別にだってセレクトしたものに僕は文句言わないですよって話なんだけど、うん、なんだけどもっていう話で、うん、もう違う曲かちょっと、で、いや、この曲短いんですよ。で、聴いていただきましたって言ったんですけども、そうね、いや、知らなかったですよ。僕も一応歴史の
教員の端くれですけれども、うん、あのこれあれですね、あのアメリカのあれっていうその、うん、まあね、歴史は浅いけどもその、うん、アメリカってね、でも、うん、まあ、いわゆるその民謡の類だっていうのは、うん、僕知らなかったですね。あ、そうなんだ、うん、うん、あの調べていきますと、うん、ちゃんとアメリカ民謡と書いてありますし、あ、まあ、なるほど、いやいやいや、そう、だいたい民謡ってその仕事関係、うん、やさっきのあのあれじゃないな、仕事のなんていうのはその、そう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 、紛らわしとか、うん、そうそう、あれですよね、大量節とかね、もう、うん、そう、もうそういうの全部そうですもんね、だって、ね、そうなんですよね、うん、うん、待つし、まあ、大量歌い込みなるほどね、そうなんですよ、うん、さあよーなんつうのさ、もうこう、うん、みんなその労働家ですからね、まあそうなんですよ、うん、そう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 、ソーラン節だってそうですよ、そうなんですよね、うん、まあ、はい、はい、ということでございますけど、じゃあそのスイッチバックトークに戻っていきましょうよ。はい、そうですね、うん、その初狩りなんか思い出あるんですか？ありますよ、うん、ある、うん、あら、そう、ありますよ、今からってすごい昔話して申し訳ないんですけど、はい、うん、昔いや今からね、33年前の話、うん、あら、ずいぶん昔の話ですね。33年前ってもしかしたらえっちゃ生まれてない、そうですね、ギリまだ生まれてないですよ、生まれてないでしょ、生まれてない、あ、僕だけですよ、生まれてんの、あ、おがちゃんも生まれてない、生まれてないね、あのね、この時に実はまあ、もう JR だったんですけどね、JR になったんですけど、うん、山梨でキャンペーンやってたんですよ、この時、ディスティネーションキャンペーンみたいな、ディスティネーションキャンペーン、山梨のね、でだから、うん、まあ、要は山梨だから新宿から中央線でその甲府の方へ行く、うん、小淵沢とかに行って、うん、たくさんの臨時列車もあったんですよ、うんうんうん、その中の臨時列車の一つに、うん、ホリデー快速、甲州号、あ、そんなあったんですね、うん、あったんですよ、うん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 、でこの列車って実はなんで乗りたかったのが、あ、乗りたくて乗ったんですけど、うん、で理由が2つあって、1つが、うん、客車なんですよこれ、うん、EF64 が引っ張る客車が、あー、なるほど、と新宿から甲府まで、64がね、そうなんですよ、それだけでも貴重な、今からすれば、64の0番台の方ですか、そうなんですよね、あ、なんか今ちょっとマニアックなトークしましたけれど、うん、はい、うん、で、まあ、この話をするとスイッチバックとは何でも関係ないって話になると、ね、もう一つ、うん、なっちゃうよね、はい、うん、もう一つなんですけど、実はこの列車が、うん、停車駅が、新宿を出ると、うん、立川八王子、八王子、大月、大月、初狩り、初狩り、うん、円山、うん、甲府、はい、これだけなんですよ。初狩りの次も甲府なんですか？初狩り、円山、甲府。あ、円山ね。円山。なんか聞いてて、そうでしょ、今、えっちゃんが、その初狩りに泊まるのがっていうのがあったじゃないですか。うんうんうん、で、実はこれ、下り列車だと、大月から初狩りまでが、うん、36分かかるんですよ。え？いや、リスナーの皆さんね、大月と初狩りって隣の駅なんですよ、うん、あ、そうなの、そうですね、大月の次が初狩りなんです、初狩りで、だいたい6分ぐらいです、うん、そうです、6分、はい、うん、普通はね、うん、それを36分かけて走ると、え、なんかすごい意味がわかんないです、ですよね、で、それの、種明かしがそのスイッチバックなんですよ、うん、はあ、この時間が含まれてるってことですかね。そう、やっぱり臨時列車だから、うん、列車の合間を縫って走るんですけど、うん、そこでどうしても、ダイヤが、その列車のダイヤが、まあ筋っていうんですけど、それが引けなくて、うんうん、
そうそうそう、その初刈駅のスイッチバックに入ったんですよ、その列車、うん、あ、うん、だから定期列車の邪魔になっちゃうんですね、うんうん、だから、あの、うん、多分あの初刈りに着くまでは多分6分ぐらいだと思うんですよ、うん、そうなんですよ、うん、なんだけどその発車するまでに30分くらいかかるんです。だから、うん、そこで、うん、ちょっとあの話をしますと、実はそのスイッチバックの線路に入ったって言いましたけど、うん、そこには線路が、あ、駅がないんですよ、ホームがないんですよ、はあはあはあ、あ、そっかそっかそっか、だからホームに着くまでが結構かかるってことです。そうそう、ホームに着くまでが36分かかって、列車はまあ6、7分で着くんだけど、うん、初刈駅のそのスイッチバックの方に入っちゃうんですよね。ああ、だから対比線に30分以上入ってるってことですね。うう、30分ぐらい入ってるってことですよね、うんうんうん、ああ、時間とかね合わせて、ずっとそうそうそう、止まったまんまでドアも開かないで、うん、その時にあのちょっと面白くて、その列車の中から見てて、えっとかって思ったのがあって、うん、実はそのホームと改札の間に、うん、あの要はあの通路があるんですけど、うん、あ、そうですね、この通路が実は、うん、あの一つ分かったのは屋根がない。ああ、確かに確かに、うん、あの、うん、屋根がないのと、実はその通路は踏切なんです、うん、あ、そうなんだ。ああ、校内踏切ってことですか。校内踏切って、あの校内踏切っていうのは、要するにあの駅の中で、あの跨線橋じゃなくて、あの地面で移動するっていうことですよね。はい、うん、はい、そうなんですよ、たまにある、ね、うんうん、で、あの要はそのスイッチバックのところに、昔さっきあの話したようなホームが、駅があったので、そこにホームがあったんだけど、うんうん、この時にはもうホームはあの山になってます、あの山の方、駅舎と反対側の方に移ってるもんだから、はいはいはい、その土地だけが残って、うん、でそこの土地のところの、まあ、あの新しいホームと改札口が遠くなった分、その踏切ができて、でその踏切はあの踏切というけど、あの警報器も何もない、うん、単なる、うん、あの通路なんです、ね、あ、そこに列車が突っ込んだという、そうですね、本来は列車来ないところ来ないところですから、うん、だからあの見た目怖いですよ。怖いですよね、突然こんなのがやってきたと言ったら、そうですよね、うんうんうん、いきなり電車が入ってきて、ね、入ってきて、うん、そうなんですよ、普段こんなところに列車いないだろうっていうところに入ってきて、いないんですよ、だからね、うんうん、でそこで、まあ、20分から25分ぐらいずっと缶詰状態に止まって、あ、で今度はあの発車することになったら、あの機関車、一番先頭の機関車が今度一番後ろになるんですよね。ああ、そうか、逆、そうですね、逆になるんですね、当然そうなりますね、うんうん、であの客車ですから、あの一番後ろになる車両には運転席ないですから、うん、まあ、いわゆるあの推進運転って言いますけど、まあ、運転手が、機関士さんが一番前にいて、それをバックして、へぇ、へぇ、あ、移動するんですね。それを、はい、で、それをバックして、うん、一旦その本線をまたいで、反対側の、通過、あ、なんていうの、あの、対比線の方に入るんですよね。はいはい。そう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 、そう。バックして、うん。で、入り切ったところで、また向きを元に戻して、今度は本線の初刈駅に入ると、うん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 、そしたらその初刈駅ってついてびっくりしたのが、うん、坂道なんですよね。うん、そうそう、そうなんですよ、駅が、うん、駅自体が、駅自体が坂道、ホームがもう坂道、斜めってる、そう、傾いてるんですよ、うんうん、そうそう、すげえ、うん、すごいね。で、まあこれ、まあいわゆるあの1キロ、1000メートルで25メートル上がる、まあ、要は坂道、勾配なので、うん、1000分の25パーミルなんですけど、うんうん、そう、あの25パーミルね。はい、うん、その1000分の25パーミルという勾配にホームを作ったという。うん、だから、あの、うん、
簡単に例えば空き缶を上に置いたら転がりますよ、うん、ガーッと。そうですね、それぐらい角度あれば、っていう作りなんですよね、今の初刈り駅のホームって、うん、そうなんですよね。まあ本当にこうスイッチバック結構話すこといっぱいありますね、これね。ありますよ、ありますね。すごい専門的な話でなんか深いですね、一個これ、これまたやりましょうよ、これまたやろう、今日ちょっと私言葉だけで喋ってますけど、うん、実際にこれ見てみるとこうなんだっていうのがよくわかりますので、うんうん、はい、ということでございましてですね、あ、すごい、いや、これはどうでしたか、うん、いやー、なんかね、すごい私も身近な大月市内の駅なので初刈駅のこともあるんですけど、スイッチバックもそういう仕組みで、しかも特別ね、臨時列車とかでもこう使われてたりみたいな。そうなんですよ。ちょっと前だったら、私が生まれてちょっと前っていうので、うん、意外と最近まであそこのスイッチバックのところも使われてたりもしたんだなっていうのも、なんかすごく、そうですね、うん。ちょっと身近に感じたなと思いました、話。ぜひぜひ。はい、見方が変わってくれれば。そうですね。はい、なんかそう変わりました。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。いや、本当にね、今日盛り上がって、まだまだね、多分話したいないところかと思うんですけども、このコーナーはそろそろお時間のようで、実はこの後も藤井教授に残っていただけると、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、そしたらこのコーナーの最後は、じゃあ、えっちゃんのセレクト曲で締めましょうかね。はい、今日は盆踊りと民謡の特集ということでですね、はい、まあ、皆さんが知ってる、ね、アニメのエンディングテーマでもですね、ちょっとこう盆踊りっぽいこの音頭の曲が流れることがあって、ちょっとその一つをご紹介できればなって思うんですけど、はい、アニソン盆踊り、そうそうです、この間、うん、さ、昨日、うんうん、神田明神ではい、やつ、あ、本当ですか、うん、多分これもかかったんじゃねえかな、俺ちょっとだけ行ったのよ、はい、ちょっとだけ行ったんだけど、ちょっとだけ行ったんだけど、うん、でもこれはかかってなかったけど、その時は、うんうん、うんうん、かかったんじゃない、多分、あ、ね、かもしれないですよね、うん、そう、ポケモンのポケモン音頭っていう曲なんですけど、はいはいはい、でも、おがちゃんとか分かりますかね、これ、ポケモンの世代、もしそうだったら。聞いたことあるかもしれないね。うん、うん、あるかも。あ、これは、うん、聞いたことないかな。あ、いやー、ね、なかなか多分、その一定期間しかきっと流れない曲だったかもしれない。うん、まあ、そうね。まあ、そうね。感じかもしれないけれども。うん。うん、まあ、聞いてみましょうよ。うん、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、うん、ではポケットモンスターのエンディングテーマにもなっていました、ポケモン音頭です、うん、はい、今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉ラジオ飯テロプロジェクト、はい、埼玉市、埼玉県を中心に美味しいお店、素敵なお店、お店、面白いお店をご紹介するラジオ飯テロプロジェクトのお時間です。今日は不調ですね、自分ね。どうした？今ありますね。いや、台風でね、低気圧がひどかったんです。久々に、うん、1日通りますけどね。あ、そうそうそう、気圧か。ちょっとアフタートークはちょっとあんまり長くいられないかなと思う。あら、あら、なんだよ。いや、まあでも俺もね、ちょっとね、今日息苦しい感じがする。うーん、うん、まあまあまあ、そんなのはいいんですけども、まあでも今回台風さ、そんなに大したあれなくてよかったよね。そうですね、うん、台風はね、雨がね
朝雨すごかったよね、午前中ね、振られちゃった、自転車でこうって、あらら大変だった、急に来たですもんね、あれね、なんか急にバーって来て、急にバラバラバラみたいな、バラバラって降って、家着いたら雨降ってなかったそうあのやっぱね、あの南から風が入るっていうと、もうそういうことなんのよ、そうなんですよね、どうしてもそうなのっていうことで、こちらですね、ド派手に飯テロ爆弾5発って言ったんだけど、あの時間の関係でもうあの3発に変わっちゃったから2かもしれないけどね、はい、いや3発行こうよ、3発行こう、はい、いいよ別に押したって別に なんなら別に2時間半番組にしたっていいんだからまあもうおがちゃんが頭痛いっつって言うからあれだけども、なんなら別にあのおがちゃん途中で抜けてもらって、あの別にそれいやいいやいや引退とかじゃなくて、あのあのほらやってもいいんじゃない、ね、あの生放送の番組であのなんか途中でちょっと体調悪くなってますみたいな別にダメじゃないよね、別に、ね、まあ体調優先でね、何かあったら言ってくださいね、優しいな、ほんとね、エレガントが今はなってますんで、あ、よかった、はい、ただね、寝てたんで声が出てないっていう、多分それかもしれない、あー、そっかそっか、あー、そうね、下が回ってないね、はい、ということですけれどもですね、はい、あのまあ藤井教授にはあの引き続きですね、はい、あのよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしたいと思いますけども、で、あの初っ端のおばちゃん削るって言ってるけどさ、あ、うん、やりますか、じゃあ、うん、軽くやんなよ、あ、そうですね、うん、軽く次回かな、ちょっと今日いらっしゃらないから、あー、そうね、リスナーさんのやつね、あの今日いらっしゃってないんだよね、そう、せっかくだとね、いらっしゃった時にやろうかな、うん、そう、いらっしゃった時にやろう、じゃあ、うん、代わりにということで、うん、自分からやらせていただきます、はい、はい、飯テロですね、一発目はお蕎麦でございますね、蕎麦、うん、はい、そう、なんかね、やぶっていうからが蕎麦だと思ったんだけど、はい、はい、ご紹介するのは埼玉浦和にあります負け上のやぶ、金子というお店でございます、まあやぶって言ったらそばだよな、ですよね、教授ね、負け上のやぶ、負け上のやぶ、まあやぶそば系ですよね、あ、そっかそっか、あ、じゃあね、裏にあるんですけど、本当に何でしょう、普通のこうお家のね一角にあるような、そうね、構えも家に近いのかなって感じがすごくしますけど、外観というかね、あの看板は出ていまして、ちょっと何でしょう、草書体といいますか、崩した字でね、こうやって書いてあるわけです、金子っていう風に、ね、そうですね、ですけれども、まあそうですね、席数でいうと十数席あるんですが、じゃあこじんまりした感じで、ただでもやっぱり昼間はこう待つわけですよ、あ、そうなんだ、人気なんです、中でね待てる場所がないから、外で待ってる人、あ、そうなんですね、暑い時期はねさすがにあんまりないかもしれないですけど、結構人気ですかね、そうなんだ、そうですね、そう、あれですよね、江戸の老舗なんですよ、やぶっていうのは、はいはい、だからやぶと、やぶとさらしなと、あと砂場、ああ、はいはいはい、赤坂とか虎ノ門にあるところですよ、うん、さらしなかな、それがね、そうだから、そのやぶとさらしなと砂場っていう屋号は、これはその江戸そばの御三家なんですよ、そういうことなんですって、はい、かもね、書が飾ってあったり、結構なんでしょう、緑がね、こうなんていうの、あれじゃない、
と窓から見えたりとかして、うん、ちっちゃい滝っぽいのあったかな。あ、滝もあるんだ。その時聞こえたような気がする。でもちょっとあれだよね、おしゃれな感じだよね、これなんか。うん、あのなんかお上品な感じっていうか。なんかね、ちょっとね、カフェみたいな感じなの。うん、あ、そうなんだ。あの、店はね。あ、そうそう。明かりの感じが、そうそう、大々っぽい感じで。あ、うん、そうだね。蕎麦屋って感じしないよ。そうですね。ね、若手っていうか、うん、喫茶店みたいな。うん。うん、で, でもやっぱりそばはね、本格派なわけですよ。ああ。そりゃそうでしょう。もう素敵な。うん。これ手打ちですか、これ。そうですね。うん。結構、なんでしょう。種類はいろいろあるんですけど、うん。うん、やっぱりね、あの、うん、もうカレーそばがあったりとかね。カレーそば、まあまあまあ、いろんな種類のそば出してるんだね。古典的なあれだけじゃなくてね。そうそう、うん、自分はカレーそばってあの普通に、うんうん、昔から馴染みあったんですけど、うん、意外と珍しいのかなっていう、うん、と、あ、古典的なそばファンにとってはあの、うん、カレーそばなんて邪道だっていう人もいるんですよ、うん、あ、うん、だけどあのほら、あの昔あのディーンのボーカルの、 あの池森秀一さんっていう人でしょ、うん、あの人がね、あのそば通で、すごくあの自分の、この間自分のそば屋もオープンしちゃったぐらいの人なんですけど、ね、カレーそばを絶賛してる、ね、あ、そうなんですね、うん、カレーったらうどんだけども、やっぱねカレーそばもね、うん、すごくいいって押してて、まあ、確かに、うん、あのほら蕎麦屋のカレーってうまいんですよ。そうですね。ああ、美味しい美味しい美味しい。うんうん。やっぱ、うん、あの蕎麦の返しを使ってたとかするから、うん、うまいんですよ。美味しいんですよ。美味しいの。で、美味しい美味しい。うん。だからそれはね、あの別物で出さないで、そのカレー蕎麦出したら美味しいだろうなと思って。なるほど。うん。そう、カレーなんか食べた時に、まあ鶏とかもこだわっててね、あのすごい美味しかったんですけど、うん、あの最後に、まあ、あの要は何でしょう、そばつゆかな、そば湯がそば出てくるじゃないですか。あ、あれカレーもね、そう、割ってもいいんですかって聞いたら、あ、割っても飲めますよって言われて、うん、飲んだらね、うん、美味しいんですよ。いや、割ってろったらうまいな。そりゃうまいよ。カレーナンバーのそりゃうまいよ。つゆ割ってるっていうのは、うん、他では食べたことないなと思って、うん、あとね、普通のね、めんつゆだとね割りますけど、うん、はい、ここのね、そう、本当に優しい味になるわけですよ。やっぱね、そば湯が出てくる店っていうのはね、うん、これはもう、最高ですよ。そば湯っていうのはね、うんうん、あの本当にそば湯だけ飲んでも美味しい店っていうのはね、もう本当にもう、うん、うん、僕はもうそば湯だけ飲んでも美味しい店だったらね、もう本当に死んじゃう。もうそっとしちゃうよね、もう本当に。あ、もうこのまま死んでもいいと思っちゃう。確かに溶けちゃいそう。なんか、うん、お酒で割ったら美味しいのかな。うわ、美味しい。そば湯割りとか絶対うまいなと思う。ねえ、うん。だからね、俺ね、常連のね、そば屋ができたらね、絶対ね、うん、焼酎のボトル入れてそば湯割り作ってやろうと思う。うん。いいな。いいでしょ。これは絶対うまいと思うんだよ。飲みたい。ね。絶対うまいと思うの。絶対美味しいよね。うん。うん。というか、なんていうの？単純なほら。めんつゆみたいな家だとね、うん、感じだけど、うん、複雑なというかちょっと繊細な味がするかなっていうふうに、うん、やっぱそう、やっぱね、そばつゆもすごい大事よ、やっぱ、うん、大事、そうね、うん、いや、うまい、そば屋は、まあ、外れはないということで、はい、うん、ご紹介いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もういただきましたね。これはもう、これは食べたい。食べたいな。いや、そば、おい、そばはね、もう。